はい、どうもグラシャです。それでは今回もバンジョーとカズイの大冒険、サクサクいけたらいいんじゃないかなぐらいの気持ちで実況プレイしていきたいと思います。今回からそうだ、これを撮ってなかったら、そういえば皆様というか、このゲームをプレイした方なら誰しもトラウマを持つであろうと言っても過言ではない、あのステージサビサビミラトに行きたいと思うわけですが、さあとりあえずはまあサビサビミラトの付近まで行くのですが、こっから行くのが早いのかな。あれ、こっから行くと確かあれだ、あそこに行っちゃうのか。間違えたな、一個先に来ちゃったな。まあ、こっちはまだ解放していないので、まあそそくさと戻るのですが、間違えたな、これは来る場所を間違えた。ちょっとゴリ押し安定で戻りますが、ゴリ押しに安定ってあるのかい。まあいいや。さあ、それではこのね、まあ初っ端に3つも笑ってしまったので前途多難ではありますが、はい、見えてまいりました、サビサビ港。ここに行きたいと思います。はい、行きますよ。さあ、みんなが死んだ。というわけで、まずはまあその前にちょっと記録の方をね確認していきたいなと。で、今まあ6つほどステージをやってきました。で、トータル時間がまあ4時間43分と、まあ、くるくる山は10分程度でこと足らしていて、グランチューダーは主に移動などで関係なし、でマンボマウンテンがまあ15分未満でことを済ませていて、まあ、お宝ザクザクビーチで30分かかっていますが、これにはあのチートコードを前回で打ったやつですねの入力も含まれています。で、クランカー、ここをうまいこと30分以内に収めることができたので、これはでかい。で、ブクゲコン沼もまあ同じく30分以内というところですか。で、フローズンズン山は30分多少オーバーという感じですね。で、ゴビバレー砂漠、ここが無駄に時間がかかったバグのせいです。まあ1時間弱と。で、マッドナイト、ここが33分で済んだっていうのはね、個人的にとてもでかい。で、まあ今のところ一番長いのがゴビバレーの54分ですが、サビサビ港、今2秒しか経ってませんが、2時間かかってもおかしくはないです。はい、というわけで、こっからスーパーとサビサビ港になると思っていただいて問題ありません。ではやっていきましょう。ここはね、とりあえず何をしたいかっていうと、まあ、とっとと一番難しいのをやってしまいたいというのがあるので、この中にね、さあ、オイルで汚れた水はいかがかな、そのギトギトで息ができなくなる。そうなんです、ここの水は水面にいても酸素が減る、そういうね、まずこれが第一のトラウマなんですよ。じゃあピーッピーッピーッ、よいしょよいしょ。で、まあまあ、まずこれをね開けまして、まあここ別に一番難しいわけでも何でもないのですが、どうもありがとう、お礼にこれをどうぞ、僕が昔見つけたんだ。というわけで、まずはこのイルカさんをそそくさと助けておきますと。というのも、まあ水の中関連のものを先に済ませたいというのがねありまして、まあ音符はまあもう死なないつもりでいく前提で取っていきます。今回ちゃんとね、収録時間に余裕を持ってきたのでね、1日がかりになっても問題はないというわけですよ。まあ、そんなことにはさせませんがね。これ1個取っては取らないでよ。さあ、まあまずは
まあ、まずは幸先よくジグソーを1個手に入れましょうか。よいしょ、いいですね。で、まあ、ここはこう本当にこの移動をしていかないと水面でも酸素がもりもり減ってきます。まあ、実践しますが、はい、減りました。というわけで、そうですね、水上にしばらくいないといけないという。さて、じゃあまあ早速ではありますが一番の難関に行きましょう。あ、ちょ、あんないじめがあったとかね。どう行くのが賢いかな。こいつを足場にしていくのがいいかな。ここら辺だったかな、これだったかな、この先だったと思います。ここ、まずはここの中に入りたいんだけど、これはちょっと違うかな。この辺から、あ、惜しいな。こいつの上からいけないかな。こいつの上からさ、滑っちゃう。一回なら乗れる。ダメか。まあいいや、この上にとりあえず、あ、いけるじゃないか。とりあえずはハニカムがあります。最初に取るのがハニカムっていうのもなかなか、いや、最初はジグソーだったな。で、ここがぐるんとします。怖いんです、落ちたら死にます。よいしょ、ここを、まあ、連続トンボ返りで、連続トンボ返りをしてって、ここがまず危ない。ここは命がいくつあっても足りないので、ゲームオーバーは本当に覚悟しなければなりませんよ。ちょっと、あ、しまった。はい、さようならです。これゆっくり遅くなる瞬間が存在するので、ここをついていくとね、いい感じで。ちょっと待ちます。でもこの先の説明をしますと、この先にある2つのスイッチを押して、なんで取れない、あ、これはさよ、よし、取れた。黙り込んでしまいました。あ、じゃあこっちからじゃないな、反対側から行った方が楽かもしれない。ここはジャンプで行けるけど、向こう側からは確かトンボ返りをしないといけない高さになってるはずだ。で、まあこのね、じれったいですが、これはしっかり待たないと、さっき2回の過去2回のようにさっくりと死んでしまいます。こういうね、危険な移動良くない。で、まあ前方にマジックドクロがありますが、あれも取ります、取ります、ちゃんと取ります。ゆっくりなるのを見計らって取ったら、まあそそくさとジャンプして帰る。いいですね、いい感じ。これは待ちます、もう律儀に待ちます。それはもう律儀にね。よいしょ、よいしょ、いいね。さあこれ、あぶね、あぶね、これ前方のスクリュー何だったかな、もしかして足りてないか、やってることで。これを押しまして、で、まあ、あのスクリューが少し遅くなります。そっか、あ、そっかそっか、通れないか、そもそも工程が一つ足りなかったみたいです。忘れてた、あんなもの。それでは、まあ気を取り直していくわけですが、
確かね、あのプロペラを止めるスイッチが確かこの辺に、あ、いた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 、あいつ無敵、確かこのパイプの中だったかなと。よいしょ、そうか、これを先にやっていかなきゃダメだったな。よいしょ、押します。するとこのプロペラが、まあ、ゆっくりになって通過可能になるんですね。先に行きます。まあ、音符のことを考えるのであれば、まあいろいろとやっておかなければならないことはありますが、音符はまあ最悪、何やってんだろう。ここね、きっちり正面向いてくれないっていう、そのね厳しさ、おかげでまっすぐ入力できないっていう。よいしょ、まあ幸いここにはワンアップが毎回置いてあるのでなんとかなるかもしれない。ゲームオーバーをギリギリ回避できるかもしれない、かもしれない運転。このね、ここのワンナップを毎回毎回取る、ちゃんと取っていけば運が良ければ、まあ死なずに済む、いや死ぬけども。よいしょ、まずはここの、ドッと音符、危ねえ危ねえ。さあ、まあではまあここの2つ目のジグソー獲得と。よいしょ、でこのプロペラも越えて、さあこっからが本番ですよ。こっからがこのステージ一番難しいところ。まあ一番難しいのは何も言わずとも、おお、止まんねえ、びっくりするだろ。さあこのプロペラが止まります。そしたら、時間な、何やってんだ。はい、さようなら。はい、正真正銘本当のゲームオーバーですが、見たことあるのでスルーします。さあ、こっからです、こっからですよ。ちゃんと視点がこっち向いてくれなきゃ困る。いくぞ、止まります。そっからまあ65秒、もうね、こんな悠長にダッシュしてる場合じゃない。視点がつらい、視点がつらいよ、視点がつらい。さあ、あと50秒、50秒だぞ。早く登る、早く登るんだバンジョー、早く登るんだ、急ぐんだバンジョー。さあバンジョー急ぐんだ。ここにこいつがいるけど気にするな、バンジョー。あと30秒だ。さあ、この街の間もしっかり計測してくれる、それがこのステージの恐ろしいところ、このゲームの恐ろしいところ。そしたらとっとと船尾へ回る、船尾へ回って、こっからダイブだバンジョー。そして潜る、潜って、潜って、取れてない、取れてない、取った。そしたら上がる、脱出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 、
さあ素晴らしいぞバンジョー、いいぞよくやったバンジョー、よくやった。これで最難関と最難関のジグソーは取れた。あとはゆっくりこの船を回るだけだ。よし、というわけでやっとやっとですよ、ここに挑み始めて20分や10分ぐらいが経過してやっと進めることができると。そして問題はそこだけじゃなく、次はですね、この下にいる神女、この下に神女がいるのですが、そいつがまた厄介であると。水なんですね。まあ行きます、行くぞ、頑張れバンジョー、水の操作ならお手のものだバンジョー、頑張れバンジョー。視点操作なんて気にするな、視点なんて気にするな、どんな視点でもお前は泳げる、完璧だバンジョー、素晴らしい。したらあの木箱でとりあえず休憩しまして、したらまあじゃあジグソーを取りながら回っていきましょう。ジグソーとジンジョー取りながらね。じゃあまずはこの入り口付近なんで、この辺はいいな。コンプロの取り逃しとあると結構痛い目を見るので、まあ本当に前回前々回だか忘れましたが痛い目見てるので、でここのコインというのは卵のことだ。コイン2つ投入で取れるように、取れるようにするにはもう2個いりますね。あ、4個、はい、2段階でイーガンボーガン取ります。で一回ここでジャンプからのできないか、ドーンして入ります。するとここのエリアに来ます。ここ確かジグソーがあそこに置いてあるので、まあ、そちら方面に、はい取れた、3つ目かな。でこのエリアにも確か音符の方がいらっしゃると思ったんですが、極力ね取らなくてもいい蜂蜜エネルギーは取らないようにしていきたい。理由は、まあ、ダメージをどこでどんだけもらうのかがわからないというのがありますが、ポンプ見えた、ポンプが見えた、よし、この4つだけかな。マイベスト記録などさっくりと更新してみせるよ。したら確かこの辺から出られるはず。相変わらずこのギトギト水なのでね、辛いわけですが、したら一回地上に戻るんだ、頑張れバンジョー。あと何回俺はバンジョーを君を応援するかわからないが、あの羽はまあ取らなくても大丈夫、今は大丈夫、なぜなら満タンに持っているから。では次はあそこの黄色神城なのですが、はい、あ、落ちちゃったから、いや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 、はい、トラウマ再来。でもこれいた、今浮いた、ちょっとあいつもう尺なんでここで倒しちゃおう。さあ来いよさあ来いよさあ来いよ、くらえおけつ卵。おっと倒しきれない、もう一回だ、さあくらえ、はい、スナッカーを退治してやった。はい、もう気分がよろしいのでまんま行きます。したらここに通路があります。ここだけ、ここは確かまだ水が平和ではないですね。綺麗な見た目をしていますがダメみたいです。はい、ここちょっと飛んだところにヘニケムがあったと思うのですが、ヘニケムは押さないと出てこないんです。はい、ヘニケム、ちょ、何するの、痛い、それはないだろ君、
ちょっとした演出の最中に2、3回殴ってくれたね。はい、でっかいチョンパー。はい、フライハイして、あれをうまいこと取るんだ、うまいこと取るんだ、取れない。ちょっと離れてから急旋回してまっすぐ、いいね。これでこのステージハニカムは2つとも取れたわけですか。うん、取れたな。じゃあこの地上戻りまして、スナッカーさん復活してるので、ちょっと大ピンチ大ピンチですが、こっから先にはなぜか来ない。このステージでスナッカーさんいたらもう大惨事もいいところですよ。鬼畜どころか理不尽に消化する、そんな勢い。はい、では音符を律儀に歩いてとる。これはカズイダッシュだとこんな狭いところ通れない。ディー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 、お次がここなわけです。ここよいしょよいしょ、取ってよいしょよいしょよいしょ、とう。いやー、あやつい。ダメージが。このステージはダメージを受けたくない。極力受けたくない。回復手段が乏しい。この TNT ボックスも危ない。爆発するんです。危険です。非常に危険です。でこのコイン4枚を取って、とっとと仕事させます。するとまた通路が現れる。けど、まあ、その前にこの直ジャンプの先のをやっていきましょう。ちょっとずらさないと飛べない。で、音符は取りまして、この音符の場所をなるべく覚えておきたい。したらここのスイッチを押しますと、あそこが開きますので制限時間内に15秒しかない、おおむね15秒しかない、そんな狭い心を2。いや、ちょっと待って、あ、優しい、待ってくれる、マジ紳士。はい、5個目の通ります。するとガッシャン、まあ、ここでイーガンボーガン取って、で船の上はまた後で来るのでね、こういう通路もありますが、どうだったかな、まあ、船の上は後で来るので、また一回あっち側にどっからか行けたと思うんだけどな。よいしょ、まあここ取っちゃったから取っちゃって、よいしょ、まあ、音符はまあ見つけた段階で取っちゃって、これの数字はちょっと覚えてないので後にします。ここから戻ればいいか。テッ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 、金の羽は大事ですが、あと回し、さあなんでこんなぴょんぴょんしながら行くんだ、危険だな。でこの倉庫の中をやっていこう。ここも何気に音符がいっぱい置いてある、音符がいっぱい置いてあるが、危険もいっぱい置いてある、ほんといっぱいあるからね、危険が。よいしょ、あ、うっそ、あ、いえ、ちょっと待って、体力がない。
ここは遠慮なく使うぞ。ちょっと使って83にちょっと OK。 ちょっと強引ですが仕方ない。イーガンボーガンまとって、あ、うっそ、あれもらいますか。タイミングがいまいちずれてんな。今までいけたけどこいつらがちっちゃいからかな。 OK。 今ここの音符を取って、もうあと大丈夫か、音符は大丈夫かな。よし、お酒ですね。じゃあ蜂蜜をしっかり回収。上のはめんどくさい。こういうことするから後で死ぬんだよきっとね。そうか、思い出したけどここで金の羽はあいつに取っておきたいから極力残しておかなきゃいけないな。でここが、あー危ないな、こういう輩がいるので危ないんですよ。あいつに近づきたくないな。近づきたくないけども近づく必要ないな。このエリア何もない、そういうことにしよう。ドカーン、バカブンバンブンバカブンバンブンバカブン。それでここには確かここから入れる。ここが迷うというか視界が悪い。ここで尋常の声がするんですけどね、その尋常がなかなか見つからない、そういうエリア。よいしょ、視界が悪くて全然見つからないんですよここは。よっはと、もうこの視点をどんどん生かしていかなきゃいけない。全然見えないけど、お、金の羽がいっぱい、ありがたいね。さっきいっぱい使っちゃったから、よいしょ、あ、届かないか。呼ばれてるけどちょっと後で、ね、ちょっと後で取るから、確実に集めるから、それだけは。で尋常がどこにいるかなって探すけど視界に入らないというね。本当にそれ。ディン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 。本当に視界の問題だけど見つけにくい。そういう部屋だからしょうがないけど、羽は満タンだからいいんだよ今のところは。尋常ベアイズ、あ、いた。よし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 、まあよしよしよし、取れれば全てはね問題なし。天下太平。これ確かこの倉庫も OK で、あっち側には確かね他のルートを使わないといけない気がする。なんでしょそれやったの。トゥー、多分これじゃダメだから一回頑張ってあの船の方に行かなきゃいけない。あんま悠長に泳いでる場合じゃないから、ちょっとまずいかもしれない。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、あそこにあれがある、あれとかこれとか多いけどさ。よし、これ登って落ちて、ちゃんと登って、俺が悪い、バンジョーは悪くない、バンジョーは悪くない。よいしょ、登っちゃうよ、これ後にすればよかったな。よいしょ、
よいしょ、うん、さて、よいしょ、いつ頃やめるとかタイミング測ってたけど、312-111、あの数字覚えておいてください。よいしょ、こっからじゃない、こっからじゃない、そーい、ディギディギディディギディディギ、そっか、今いろいろと思い出したよ。よいしょよいしょよいしょ、とりあえずこの TNT 気になるところですが後回しにします。で、ここをプッシュすると TNT が落下してあの下に行けるようになりますが、それはまた別の話だね。よいしょ、そうで、一応ここを起動しておきます。狭いです。じゃーん、チーコは多い。ザーって、これまた狭い。全く、ああ、ちょ、視界がどうかしてるぜ。狭い。狭い。よいしょ。はい。はい、では、尋常を全回収。しました。というところで今回とりあえず一回きりにしたいと思います。また次回このサビサビ港を引き続きやっていきたいと思います。それではありがとうございました。